シュリースハイム。シュリースハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍に属すし、シュリースハイムを象徴する建造物に、シュトラーレンブルク城がある。地元の方言では、この町を、シュリーゼと呼ぶ。シュリースハイムは、オーデンバルトから流れるカンツェルバッハ川が、シュリースハイマー渓谷に至る、西の入り口、ベルクシュトラーセ沿いに位置する。 地域の西部はオーバーライン地交代にまで広がっている。シュリースハイム市は、シュリースハイム、アルテンバフ派、ウアゼンバフ派の3つの市区からなる。これらはいずれもほぼ同じくらいの面積で、以前はそれぞれ独立した自治体であった。公式な名称は、シュリースハイム市区を除いては、シュリースハイム、シュタットタイル、シュタットタイル、イコール市区と表記する。 アルテンバッハは、オーデンバルトの東7トルのオーデンバルト内に位置する。カンツェルバッハ川の上流にあたるが、ここでは、この川は、村の名前と同じアルテンバッハ川と呼ばれる。アルテンバッハから北西に3トル、やはり、オーデンバルトの中、ウアゼンバッハがある。同盟の川に面しているが、この川は、アルテンバッハで、カンツェルバッハ川に注ぐ。 特筆すべきは、市内エルベルク地区の半岸の路頭であり、これは昔採掘されていた。また、ブラーニヒ地区では、銀、重晶石、硫酸鉄が採掘されていた。京都市屋は、シュリースハイムが、ラーデンブルクと並んで、この地域で最も古い集落に数えられると推定している。地域の面積は3162ヘクタールを超える。このうち、 13.1%が住宅地及び交通用地、市街地27.7%が農業用地、58.6%が森林である。シュリースハイムは、西はラーデンブルク、北はヒルシュベルクアンデアベルクシュトラーセ、北東はバインハイム、東はハイリヒクロイツシュタイナ派及びビルヘルムスフェルト、南東はハイデルベルク、南は ドッセンハイムと社会を接している。シュリースハイムはハイデルベルクに似てドイツで最も暖かい地域に属する。降水量は西から東に行くにつれ多くなり年間6 5 0ト、mm、ルから8 0 0、mm、トルの間で推移する。最寄りのハイデルベルクの速攻所における1971年から2000年の平均気温は摂氏11.1度。 平均年間降水量は7 4 5ト、mm、ルである。最も暖かい月は7月で平均気温摂氏に20.1度。最も寒いのは1月で平均摂氏2.5度である。1956年には例外でプラムを中心に多くの果樹が被害を受けた。もともと地域には昔から一軸の木が多く生育している。おそらく ローマ時代にはすでに現在の地域に入植地が築かれており、当時のローマの行政都市、ロポデヌム、ラッポデューナム、現在のラーデンブルクの支局が置かれていたと推測されている。これを暗示するように351年から353年の効果が出土しており、後にこの地域でのローマ人の活動が証明された。やがて時代は混乱と貧困から安定を模索する。 民族内移動の時代へと移っていった。シュリースハイムは764年にエルバンゲン修道院の766年にロルシュ修道院の文書にそれぞれ奇襲に関連した記録が残されている。これらは後に両修道院による村の統治権の根拠となった。シュリースハイムはラーデンブルクに次いでこの地域で最も古い町の一つとみなされている。 ローマ時代にはすでに現在のシュリースハイム市内にローマの荘園がいくつも設けられており様々な場所でその出土品に出くわす。最初の記録が残された時代8世紀半ば頃にはシュリースハイムはフランク人の村となっていた。13世紀のシュリースハイムではシュトラーレンウェルク家が大官の権利を足がかりに支配力を拡大し1235年頃には シュターレンブルク城の建設を始めた。この土地は、エルバンゲン修道院の土地であり、その代官に過ぎない、シュターレンベルク家が城を建設するのは明らかに、違法行為であった。しかし修道院側は、軍事発動ができないため、自らの権利を行使するためには他者に頼らざるを得なかった。皇帝により、コンラート一世、ホン・シュトラーレンベルクの排斥に何とかこぎつけたもの。 結局和解に持ち込まれてしまった。1238年に締結された、この和解条約では、シュトラーレンブルク城を世襲の霊園として、コンラート一世に与え、その代わりに、彼のすべて指摘資産は、修道院に譲渡するとされたが、後に、それらも世襲、霊園として再びシュトラーレンブルク家のものとなった。当時霊園領主の権利は減衰していたものの、とにかく、 コンラート一世はこの争いに一定の勝利を収めたのであった。当時の野心を持った貴族は、城だけでなく、都市をも、私有地にしたいと願うものであった。コンラート一世は、シュトラーレングルク城のすぐ麓に位置する、シュリースハイム村を、防衛施設を持った都市して、霊園から、私有地にしようと試みた。こうして、市も城も合わせて、全体を囲い込む防壁が作られた。 こうした都市建設がなされた明確な時期は不明であるが、1256年には、シュトラーレンベルク家は、ライン都市同盟の加盟者に名を連ねている。いくつかの証拠から、市の創設は1240年から1245年の間であると推測される。市の創設後、市域内に教会が建設された。この場所には、現在もプロテスタント教会が建っている。 バッハガッセの南にあった村の教会は撤廃された。その後に、両主の都市成長が設けられた。現在のシュターレンベルクが豊富である。約2メートルの堅牢な霧妻屋根の壁を持つ、印象的な石造りの建物は、約700年を経たものであり、現在も人が住んでいる。世俗建築としては、周辺地域で最も古い建物である。シュトラーレンベルク家が没落した後、 シュリースハイム、シュトラーレンブルク城及びそれに付随するすべての、領主権は1347年9月8日に、ハイデルベルクのライン級中博が買い取った。シュリースハイムは、それ以後もすべての都市権を放置した。1410年に、コーテループレヒトが亡くなると、プファルツ選定公領は4人の息子に分割された。シュリースハイムは、はじめ一番下の息子。 夫のものとなったが、1448年に、ジンメルンとツバイブリュッケンを治めるアニステファンと領土の交換が行われた。1459年にこの家系はさらに分岐し、シュリースハイムはジンメルンの家系に属した。そして、この同じ年に、騎士のハンスフォン実機ンに4000グルデンで、七位入れされた。フェルゲンツイコールツバイブリュッケン宮中白ルートビヒは、 1468年に、再び、シュリースハイムを手放した。先帝公フリードリヒ一世とルートビヒホンヘルデンツイコール、ツバイブリュッケンの間で戦われた、バイセンブルガーフェーデでは、1470年5月6日に、シュリースハイムとシターブク城の工場戦が始まった。1470年5月13日の日曜日に、最初に城が、ついで町が攻撃を受けた。 勝者は四百グルデンの賠償金を要求し、市民は苦労してこれを集めた。さらに町のすべてのワインの備蓄を引き渡すことで町の消失は免れた。加えて防衛施設が取り壊された。塔は破壊され、壁は倒され、堀は埋められた。シュリースハイムの重罪刑事法廷も廃止された。結局、都市圏の三つの前提条件のうち、 市場の開催権だけは残されたが、それも後に禁止された。これを受けてシュリースハイムは、エプフェルバッハゼントの管轄下に置かれ、それ以後この管区は、シュリースハイムゼントと呼ばれるようになった。シュリースハイムは、1579年に、市場開催権を再度獲得し、これに基づいて、マタイゼマルクとマタイシュが開催された。 フリードリヒ五世とエリザベス・スチュアートとの結婚で、シュリースハイムには、フリードリヒが花嫁を連れてくるための馬車の仕上げを任され、わずかに輝きがもたらされた。この馬車は、1619年に、フリードリヒが米面網に選ばれ、夫妻がプラハに赴くときにも、用いられた。シュリースハイムの人々は、悪い兆候を感じ取り、一万一戦争が起こった。 時には早く発見できる、幼1619年に、ブラニヒに見張り小屋を建てた。1621年に、ティリー博の率いるカトリック連盟軍が、北からハイデルベルクに向かって攻め込んできた、シュリースハイムは、その途中に当たる。11月、シュリースハイムイコールドッセンハイムイコールラーデンブルクの、地域に約1万人が宿営した。この戦いでは、最終的には、 ハイデルベルクが占領され、1622年に軍勢はこの地域を通って引き上げていこの街では数人の若者が亡くなり、あらゆるところから戦費をかき集め、略奪を受け、いくつかの建物が破壊された。金も戦利品としてバイエルにへ運ばれた。しかし備蓄のほとんどがそのまま使えたため、損害はすぐに解消された。しかし、隊列から落語して、 略奪行為を働く兵士たちの将軍勢がこの地方を横行していた。1625年から1626年には発信地スが蔓延し犠牲者が出た。1631年、再び北から軍勢が迫ってきた。今度はプロテスタントのスウェーデン軍であった。1631年9月中旬、バイエルン軍はハイデルベルクから出撃を勧行し、 シュリースハイムを侵略すると、再びハイデルベルクに引き上げた。この侵略の後、シュリースハイムは、単なる煙を吐く瓦礫の山と化した。ほとんどの家や教会は焼かれ、カンツェルバフ墓川沿いに立ち、水がすぐに手に入った建物だけが、炎から救い出された。これに野党と化した軍勢が周辺を荒らした。1635年に、ペストが発生し、ただでさえ、 少なくなっていた住民の相当な部分の生命を奪った。今回の再建は極めて緩慢な店舗であった。備蓄は使い尽くされ、制限の多い生活や経済活動に可能性は見出せなかった。葡萄畑と森に避難させておいた家畜だけが過労じて生き延びる術となった。1643年にロトリンゲン軍が到来し、この町に再び戦争をもたらした。 1644年に帝国軍、1645年にトゥレンヌが率いるフランス軍がこの地域を抜古した。大きな戦闘はなかったものの完全に盗賊化した兵士たち自身が大きな脅威であった。シュリースハイムでの残虐行為についての記録はないものの、住民たちが1644年にこの町を放棄しその後何年間もお潜めていたことが何より、 雄弁に残虐さを物語っている。住民たちは近くの森に隠れたり、周辺の被害の小さな村に逃れたりした。平成な日には、周辺の村から生き残った人が現れ、自然のままに追い茂った、葡萄山や高地から収穫を持っていった。1648年には役が結ばれ、ちり散りになっていた生き残った住民が再び村に帰ってきた。だがその多くは、 土地と壊れた家を受け継いだだけで、家畜も種も建築資材も持ってはいなかった。このため、彼らは土地や辞書を移住者に売り払い、自らは再び復興に身を投じた。住民は三十年戦争前の二十パーセント以下になっていた。ただしその後、少なくない数のプロテスタント系スイス人が移住してきたため、人口は再び急速に増加していった。およそ一世紀で、 かつての人口にまで回復したのである。死教座のあるローマ都市ラーデンブルクやトに再びカトリックに改修する周辺地域の中にあって、シュリースハイムは統治者に対して反抗的であるとの悪評が19世紀まではびこっていた。最初の重税に対する反乱は早くも1789年10月21日に起こった。この反乱は 比較的軽く制圧できたことから、荒烈な刑罰は課せられなかった。1791年と1794年に、租税の支払い拒否がなされた。1798年に、前と租税徴収管区の大官、ニコラウス・リッシン・ゴーロに対する、シュリースハイム一揆が勃発した。この一揆の推移は、現在に至るまで、明らかになっていない。三人のシュリースハイムの住民、 バルタザール・オルトリップ、ベンデル・ミュラー、ハインリヒリールが3年、または2年の牢獄刑を占され、さらに9人が、軽度の自由刑に処せられた。1815年3月に再びシュリーズハイムで、反乱が起き、兵士を動員しなければ平定できない規模になった。1848年から1849年の革命の際にもシュリーズハイムは、その評判に違わず、 革命側の政治活動の重要拠点となった。住民の大部分は1842年からラーデンブルクイコールワインハイム選挙区の代表を務めていたフリードリヒ・ヘッカーの影響を受けていた。革命鎮圧後、バーデン政府は1851年と52年の間に行われ民主主義者が当選した3つの市長選挙を向こうと宣言した。その後、 シュリースハイムから多くの住民がアメリカへ移住していき、人口減少が起こった。1848年の人口は約2800人。1858年には約2700人。そして1890年には最低値である2650人になった。最初のアメリカ移住は1724年にすでに始まっていた。シュリースハイムの人口は20世紀になって、 やっと増加に転じた。1964年にシュリースハイムは死の称号を得た。1972年にアルテンバフ派が、その1年後にウアゼンバフ派が合併した。15世紀以前の人口に関する資料は残されていない。30年戦争の終わりまでの人口は住居の数や成人男性の数から推測するしかない。 三十年戦争を生き延びた住民は十二から十五パーセントしかいなかった。戦争前からの住民はわずかに二十四家族が姿を現しただけであった。その中で粉引きのマック家だけが二人の男性が戦争を生き延びたことが分かっている。その他の家族は男性の代表者の名前が知られるだけである。年から年までこの村は放棄され、 荒廃した。30年戦争後の10年間に多くの移住者が流入してきた。特にプロテスタント信者のスイス人が多かった。1698年にはこうした移住者が人口の1、3近くを占めた。不成功に終わった1848年革命後、人口はやや上昇に転じたが、1724年には流出者が大幅に増加し、 人口は減少した。19世紀の終わり頃に増加に転じ、1945年から1946年に、戦争難民や旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから放築者を受け入れたことで、人口はさらに増加した。1950年代の終わり頃から、都市難民がシュリースハイムに住むようになり、人口はますます増加した。 各時点での損益、市域内の人口を示す。1970年までは、アルテンバフ派、ウアゼンバフ派の人口は、含まれていない。市議会は、5年ごとの直接選挙で選出される28人の議員で構成される。これに市長が議長として参加する。市長は、任期8年で、直接選挙によって選出される。2005年の選挙では、 決戦投票で50.26%の票を獲得したハンスイエルク・ヘイファーが得票率49.19%の対立候補ペーター・ローゼンベルガーに辛くも勝利した。ヘンスイエルク・ヘイファーは2006年2月1日から市長に就任している。第二次世界大戦後、1952年の市長選挙は海外メディア、ニューヨーク・タイムズなど にまで取り上げられるスキャンダルとなった。この選挙ではフリッツ・ウルバンが勝利した。ウルバン家はシュリースハイムの古くからの議員一族で、1933年の NSTP による権力掌握直後に行われた選挙で勝利し、1945年に占領軍の移行によって1920年から1933年まで市長を務めていた。 ゲオルクルーファーにとって変えられるまで市長を務めた人物の出身家系であった。結局、フリッツウルバンは市長に就任することはなく、市の行政は1954年に改めて選挙が行われるまでの間、市長代理のマルティン・リンゲル・シュパヒャーによって運営されたのであった。以後の市長は以下の通り、図柄、黒地に赤い爪、赤い下で威嚇し、 赤い冠を被った金の獅子。その下には斜め十字に配置された二本の赤い羽を持つ銀の矢。この紋章は1381年の印象に由来する。矢は領主であったシュトラーレンウェルクヘを表し、獅子はプファルツ剪定効果を示す。旗は黄色から黒で1956年に制定された。シュリースハイムは16世紀に。 プファルツ選帝校の不安定な宗教政策にさらされた。1556年に宗教改革がもたらされ、1560年以後はカルバン派に転じたが、選帝校、ルートビヒロクセイの時代にスイスのプロテスタントの影響を加味したルッター派に戻された。シュリースハイムは30年戦争直後には純粋に改革派協会の町であったが、その後スイス人、 プロテスタント信者やカトリック教会、ルーテル教会、ユダヤ教の信者らが定住した。ユダヤ人は中世にはすでにシュリースハイムに住んでおり、1349年のペストの際にシュリースハイムから追い出された。15世紀になると再びユダヤ人に関する記録が現れる。30年戦争の時代、1644年に村が放棄された際には、 ユダヤ人もこの村から姿を消した。1651年と1653年にユダヤ人の家族が戻ってきたという記録がある。1858年にユダヤ教会は史上最大の125人の信者が登録されたが、その後アメリカへの移住やフランクフルトアムマイニやマンハイムへの移転があり、組織は縮小した。1933年の初め、 シュリースハイムには三十八人のユダヤ人が残っただけであり、そのほぼ全員が百三十八年までには転出していった。百三十九年九月の時点で残ったユダヤ人はいなかった。第二次世界大戦のヨーロッパでの戦闘が始まった頃には四人のユダヤ人が住むようになっていた。そのうちの一人は高齢のため亡くなった。この死は自然死であったと思われる。 他の二人はニューヨークに亡命した。デイフィッシュレッサーがシュリースハイムで唯一ナチスのユダヤ人殲滅政策犠牲者となった。19世紀初めからシュリースハイムには経験主義者のサークルが形成され、1895年にルートビヒグ・リューバーによってバプテスト教会が組織された。第二次世界大戦後には新首都派教会が設立された。 18世紀の終わりまで、カンツェルバッハ川に架か,かるガウルス橋の近く、バフハガッセ、タールシュトラーセ、シュマーラー在テによって囲まれた三角地域の西に、かつて村の教会と菩提樹が建ていた。シュリースハイムの守護聖人は聖イトであり、村の教会はこの聖人に捧げられていた。この教会は現存していない。現在のプロテスタント教会の場所にあった。 市教会がおそらく1243年に建設が始まったのであろうという推定は基礎部から発見された効果から容易になされた。この教会の建物は時代を経るに従って損傷が激しくなり、18世紀中頃に改築か全く新しい建物の建設かは議論の余地があるのだが贅沢に金をかけた工事がなされた。 新しい建物の建設決定は1748年から1751年の間になされた。テオ・ケルグ博物館には、ルクセンブルクの画家、彫刻家のテオ・ケルグの作品が展示されている。シュトラーレンブルク城近くに古い石切り場があり、ここでは、スポーツクライミングのためのルートがいくつも用意されている。シュリースハイムは、 ワイン街であり、1579年3月初めに、第1回ワイン祭が開催されて、以来、8日間のマタイマーケットが開催される。オーバーライン鉄道がシュリースハイムを通っている。2005年以降、ラインネッカー交通がこれを運営している。この町は、ラインイコールネッカー交通連盟のサービス提供地域に含まれている。連邦道 B3 号線がこの町を通っている。 地域のすぐ西には、連邦アウトバーン A5 号線が通っており、そのインターチェンジ経由で、広域道路網にアクセスできる。オーデンバルトタールシトラーセの交通量緩和のために、約2トルの長さを持つブライヒトンネルを含む、修道 L536 号線が計画されている。第一区間の工事は2008年末に開始される。アルテンバッハ地区には、 基礎家庭学校が1校ある。シュリースハイムには、シュトラーレンウェルガー基礎家庭学校、基礎家庭、本家庭及び、実業学科を持つクアプハルツ学校センター、実業学校、ギムナジウムがある。また、私立の帰りヒジグムントギムナジウムがある。これに加えて、シュリースハイムには、音楽学校、市民大学、公共図書館がある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。